あ、弱っ、相手カラスとスライムじゃん。おい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 、やっちまえ。ガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜ、いけはい、牛猫チャンネル、牛猫です。本日もご視聴ありがとうございます。本日ドラゴンクエスト3、そして伝説 A だったかな、はい、サブタイトルちょっと忘れしてました。こちらの前回の続きからプレイしていきたいと思います。でですね、なんか前回分かれ道があって、なんか左側へ行ったら結局下っ側の洞窟の出口から出てきちゃったんでね、今回は右側進みたいと思います。まあなんやかんやうろうろしてる間にだいぶレベルも上がっちゃったんでね、もう装備も小銭拾いのおかげで整って、だいぶ強い装備を装備させてきました。ここからどうしようかな。もうなんかこの辺の敵じゃ、小銭拾いレベル12だもんね、もうめちゃ強くなったこいつ。これなんかオートセーブがついてんのか、だところで多分このダンジョンの途中でもセーブができてるってことなんだね。これで石つぶってが強いから、スライムは倒せると思うんだけどな。どう？あ、全部倒せた。めっちゃ強い石つぶて。これ攻撃何依存なんだろう？力依存なのかな？それとも固定ダメージとか、まあ大体こんぐらいって決まってんのかな？ダメージが上がらないならね、こっから別にもう使う必要はないんだけど、多分この雑魚戦だけって感じだけど。普通に強いからね。はい、どうしようかな、これこのまま進めていく。そう、前回あれ、俺前回左へ行ったんだよね、右行ってなかったのか。なんか愛護団体のダメージが全然上がらないんだよね。スライムって HP いくつなんだろう。結構10ぐらいのダメージでも倒せるんだよ。10ないってことだよね、多分。こっち側、あ、こっち側いけるじゃん。なんもないつぼ。え？あ、これアリアハンじゃないの？貝がかかってる。つながってんだ、ここに。へえ。じゃあやっぱりもうあの真ん中の階段を上がるしかないね。もうでもこれで行き先が、え、これ外出れる？いやー、これ鬱陶しいな。小銭拾いの MP ちょっと使いすぎてるかも。大丈夫かな。3体オッケー。いや、便利すぎるな。でも一旦で片付くのすげえ楽。他の連中も全体攻撃覚えてくれればな。なんかいまいち愛護団体が弱い。うわ、こうなってんの。あ、あー、バブスか。これ多分1回で倒せない可能性あるな。大丈夫かな。これ小銭拾いの素早さがもっと早ければな。毒消しそうか。これなんかありそう。ああ、やっぱりね。甲羅の鎧、
え、甲羅の鎧って俺どっかで見たことある。よ、これ。あ、装備できる。ただ革の鎧強火できない。俺が今まで持ってたさ、いいんじゃない？甲羅の鎧ってどっかで見たな。俺高くて買わなかったのかな。じゃあちょっと周りも見ながら探索していっか。なんかアイテムとかあったらやだからな。隅々まで見たい派なんだよね。あー、あのガみてえなやつ強いんだよな確か。これ全部倒しきれないかもな。あ、倒せるわ。そんな強くなかった。てかこれもっとスピード速くできねえかな。戦闘スピード遅すぎる。マヌハソ、マヌハソ売ると高いんだよね。作戦じゃないよ、システムかな。通常バトルスピードこれだ。超速い、超速いでいいよ。画面設定やから、うーん、サウンドガイド機能バッチリ。冒険こうやって変えれるの。あ、変えれる。便利機能、オッケーだね。こっち側もなんかある？ああ、特になんもない。もう壊れかけてる。危ないな。早く出ないと、こんなところ。いつ崩れてもおかしくないぞ。え、なんで、あんなところにベッドが。あ、早い早い。これこれ。やっぱこのぐらい早くないとな。これ外出そうだな。外出るのはちょっと違うね。こっち側は？どうしよう。バブで、石粒でバブで終わり食い。早い！すげえ快適。めちゃくちゃ快適になったな。これ外出ちゃうよね。じゃあ上行って、なんかあるぞ。あれ階段だよね。うわ、こんなやつ。やばい、石粒ってこんな対応していいのかな。あ、硬っ！硬っ！あのカエル硬えわ。あいつら、ちょっと分散して攻撃しといてよかった。これ上でしょ？で、反対側に、なんで？なんで宿屋があんの？え？革の帽子か。革の帽子もうみんな装備させた気がするな。罠？罠じゃない？大丈夫？怪しい。年寄り臭い。怖っ。罠じゃない？え？私も一度は泊まってみたいものじゃ。どういうこと？あいつなんかあるの？こっちか。あ、宝箱だ。宝箱取らせてよ。はい。
これこのまま進めていいのかな。ちょっとあんまり雑魚戦こんな長々やってもしょうがないから飛ばそうかな。はい、レベル7、力が3、まあまあ、お、ニフラムリレミト、愛護団体、どうだ、安らぎの歌、鬼滅馬、呪文、じゃあ特技、穴掘り、どう、あ、穴掘り、そんな特技、あ、HP を20以上回復みたいな、あー、なるほどね、意外とみんな特技覚えてきてんな。これがどうなるのかよくわかんないけど、ちょっと階段上がった後に、なんか進めるか考えようか。なんだったらそこまで飛ばしてもいいしね。いや、すごいな、でもこれ。このビジュアルというか、本当に塔の壁面登ってる感じなんだね。面白。じゃあちょっと登っていこうかな。待て、塔の真ん中になんかいた、こいつ。なんだ、急に。寝てる。おお、やっと来たようじゃな。あ、待ってたの。わしは幾度となくお前に盗賊の会か、はいはいはい、はい、だからお前にこの盗賊の、はい、やった、これが盗賊の鍵、これでなんか鍵開けまくれるみたいな、わかりました。はい、ところでこの世界にはそなたの性格を変えてしまうほど、あー、自己啓発本みたいなやつか。もしそのような本では気をつけて読むこと。赤い扉を開け、いっぱいあったぞ赤い扉。はい、本があるんだろう。わんぱくか。このそれぞれの性格がどうなるのか、多分パラメータのレベルアップ時のパラメータの上昇率に関わるんだよね。ちょっとそれが、あ、待て待て待て、今あったな、ここ開けれるってことでしょ。もう開いてるじゃねえか。ここになんか、え、なんかここに扉がある。おお、すげえ。え、あ、これで終わり、ここ、あのちっちゃい扉は何？あ、ここか。ああ、え、もうこれで終わりか、ここ。うん、途中でブーメラン拾ったからめっちゃ強いぞ今俺。あ、そうか、さっきさ、なんかこの洞窟の一番右側だっけ、あ、違うな、外だな。あれ、わかんなくなっちゃった。どっかでさ、なんかお城のあそこに出れるのがあったっけ？あそこ行きたいな。あ、こっちだ。で、確かここがなんか赤い扉あったよね。敵が弱すぎる。はい、なんだこいつらは。
これで、お、え、待ってこれ、あれ、鍵を開けるんじゃないんだ、コマンドとかで。バコタ様、あ、こいつが作った鍵ってこと？牢屋を開ける鍵、そんなんもあるんだね。あったとてだけどな、そんな鍵。もう目の前で開けれるわけないからな。あー、ここか、はいはいはい。でもなんかいろんなところの扉開けて回ったろ。あ、ここね、はいはいはい。ここもなんか途中まで行けないみたいになってたもんね。ない、何にもない。あ、ある、目覚ましリング。あー、本いっぱいあるぞこれ。なんかある？いや、ないじゃん。ないんかい。つまんな。この、あ、ここ開く？あ、青い扉は開かね。赤い扉だけか。じゃあしょうがないな。こんなしけた城に用はねえよ。ちょっとここからで、レーベの村へ行かなきゃいけないんだよね。え、でもここもさ、なんか宿屋かどっか入れない扉なかったっけ？あそこ入れるようになってんじゃない？ちょっと見に行ってみる。ここじゃねえわ。レーベの村の扉だ。これ使えるよね。オッケー。で、あ、へえ、この辺も全部小さな祠。ああ、なるほど。めちゃくちゃいろんなとこ行けるやん。とりあえずレーベだな。レーベの。ここここ、ほら、鍵なんか閉めてんじゃねえよ。不思議な木の実か、悪くない。うわ、ろくなもんじゃね。それだけか。いや、でも悪くないけど。で、赤い扉の家の前に、なんだっけな、なんか一回こうアイキャッチみたいなの出てたな。これ、これか、これだね。オッケー。うーわ、鍋が回るじゃん。賢さの種。バカが多いからな、このパーティー。え、誰もいないのに火ついてんのこれ、怖っ。あ、いるわ。川の帽子いらねえんだよな、もう。ちょっと待ってよ、ジジイ。これちょっと、アイテムないか調べてから。オッケー。うん、わしの家には、鍵をかけておいたはずじゃが。あ、持ってる持ってる。なんと、鍵開けの呪文とな。そんな持ってないよ。すると、お前さんが、あの勇者オルテガの、そうそう、オルテガの息子。これを、お前、何？魔法の玉。魔法の玉ってさ、ビルダーズだとなんか大爆発を起こす。その玉を使えば、旅の扉への封印がしっかり旅の支度を整え、この大陸の気をつけてゆくのじゃぞ。あのオルテガさえも、ついに帰ってこんかった。そうか。お前の母も、気丈に振る舞ってはいるが、どういう関係だ、このジジイ。そこでは、悲しく寂しい思いをしているに違い、たまには故郷に戻り、母親に元気な顔を見せてやってくれ。わかった。
じゃあな。東の祠、東の祠っつってな。あるんだよね。これでしょ？あ、これじゃない。洞窟じゃない。あれあれ。これだ。一回もうこの大陸全部見て回ったからね。ワープルートに入ってたわ。さてさて。そう、なんか瓦礫かなんかで塞がれてる階段がある、どうのこうのって言ってたんじゃなかったっけ。ここだよね。これでしょ。魔法の弾を壁に仕掛けた。あ、これで爆発させるってことか。いいのかこれ。いや、怖い怖い。ジジイ先逃げんな。おー、やりすぎ。えらいこっちゃ。今まさに封印は解かれた。あ、世界地図。世界地図。この洞窟を抜けた先には果てしなく広き世界が待っておる。あ、ここからもう本番みたいな。はい、ありがとうございます。行ってきます。ここからか、本番の冒険が始まるのは。よっしゃー、行くぜ。え、どういうこと？なんかおかしくない？あ、これ全部倒せるかな。多いな。オッケー。ついよ、小銭拾い。小銭拾いがダントツで強いね、やっぱ。ウサギの尻尾。あ、幸せ者になる。あ、運の良さが上がるのか。いらんな。え、これむず。目覚ましリング。あれ、目覚ましのなんとかみたいなの持ってなかったっけ。さて、ちょっと洞窟抜けていきましょうかね。オッケー。これが、あ、これワープするやつか。いざないの祠ですね。これ裏側になんかない。もう敵は出ないか。なんもないな。これでいよいよ本格的な冒険がスタートってことだよね。おお。特になんもないか。こっちは出れないんだ。こっち側も特に何も。あ、壺あるやん。危ねえ危ねえ。162ゴールか。まあまあ、お金はちょっとでも必要だから。なんだ？あ、スライム。プルプル、じっとこちらを見ている。悪い魔物ではなそう。待て、待つのじゃ。何？何？ふぅ、間に合ったか。お主、よくこのスライムに攻撃しなかったな。こやつでよかったな。
もう何も怖がることはないぞ。何？お前さん、知っておるか？この世界にごく稀に魔性が消えておとなしくなるモンスターが現れるのじゃ。このスライムのようにな。お主、早速気に入られたようじゃな。これ仲間になるってことかな。わしはそういった魔性が消えたモンスターたちを集めて世話をした。あっと、名乗るのが遅れた。わしこそかの有名なモンスター爺さんじゃ。ちょっと待って、モンスター爺さんって聞いたことあるな。はい、いいえってどういうこと？はい、ん、やはりわしの名を。お主には見どころがある。もしまたどこかで、ま、ささやかじゃ多少探して連れてこいってことか。この先の町ロマリアにはそんなモンスター同士の力比べの場、気が向いたら寄ってみるがよい。モンスターバトルロード、わしもそ、力比べの場。ではまた会おう。ポケモンみたいなことするってこと？でもスライム連れて帰っちゃったじゃん。町やダンジョンなどにいる魔性が消えたモンスターは人を襲いません。近づいて話しかけると保護することができます。ただしそういったモンスターの中には人間の姿を見て逃げ出す者もいます。逃げられてしまった時はヒントメッセージを参考にアイテムや特技を使ってから近づいてみましょう。保護したモンスターの数が増えていくとお礼がもらえます。バトルロード会場へ会いに行ってみましょう。魔物使いの職業は保護したモンスターが増えれば増えるほど彼らと心を通わして新しい特技を覚えていきます。なるほど、なるほどね。あれ道がない？道じゃないのかあれ。あ、あ、道じゃないわ。危なかった。特に何にもなかった。果てしなき広い世界。ついに、ついに、外に、これがお城か。お、うわあ、何こいつ。アニマルゾンビ。なんか急に強くなった気がするな。ロマリアね。ここにじいさんがいるってこと？わあ、すごい立派な、立派なお城だな。まずはありとあらゆるこの探せそうなものはブチ探していく。道具屋さんか。聖なるナイフ、うーん、羽帽した。いやー、でも先に武器かな。トゲのムチ。ブーメランちょっと攻撃力弱いな。ちょっと万引き G メンが、で、鉄の槍を、愛護団体、売るか、売りに来た。700でしょ？頑張って売れば結構なお金になるんじゃない？ 700 欲しいから、あ、マヌーハ層が高く売れるよね。これで鉄の槍買えるよね。で、売ろう。オッケー、これで武器は揃った。見つけた人間を麻痺させる。
あ、これがバトルロード。どこにいんなモンスタージ、あ、こいつだ。え、聖堂の盾、あー三河市の、やってみるか。あー何人か必要か、一人じゃ多分勝てないもんな絶対。これは、あーなるほどね、 ATM みたいなのがついてる、笑える、なんか闇を感じるような、すぐ引き出せるように。あ、小さなメダルだ。小さなメダルもありかな。俺だいぶ溜まってきたんじゃない？この人何？あ、ターバンね。ターバンでも全員持ってるよね。ターバン、ターバン。ターバン持てるやつは装備させてるからいらない。そうだな、次は防具だね。あ、宿屋さんね。武器屋さん。あ、あ、ここは。一応ここも出入りできるようになってたんだ。宿屋。開けろ！満月塔です。やっぱ街探索してるときが一番楽しいかも。え？川の鎧か。甲羅の鎧、川の鎧、亀の鎧、川の鎧。いらねえ。なんかろくなもんなかったな。勝手に漁っといてなんだけど。タルタルタル。ラックの種。どうしようかな。やっぱ勇者に使った方がいいんだよね、これ。この。お調子者の王様か。いいのか悪いのかよくわかんないけど。賢さ1か。頭悪いな。素早さ低い。なんかあんまりいい感じがしないな、今のところ。勇者。性格が悪いのかな。もっといい性格に。セーブできるか。ここで一回セーブしとくか。しばらくセーブしてないしな。くじける心。頭が冴える本。切れ者になる本。切れ者か。苦労人になる。なんか防御力高そう。なんかセクシーギャルがいいって話を聞いたんだよな。オッケー、どうでしょうか。なんか今のところ冒険楽勝だけど、ここから本番なんだよね。ちょっと今歯応えないけど、ただこれな、難易度上げるともう全然あれになっちゃうんだろうしな、急に進めなくなっちゃうんだろうし。このぐらいの感じで進んでいった方がいいんだろうな。俺はそんなにゲームが上手いわけじゃないしな。最初からこの茨の道みたいな難易度をやってる人たちはすげえよな、そう考えたら。とてもじゃねえが、無理だぜ。
さあお城に入っていこう。うおー、ここ開けられないか。何かあるのは分かったからな、覚えといて。すごっ、何この城、これが権力か。素早さのタイね。いや勇者素早さ低いけどな、商人も低いから、商人小銭拾いに素早さの種ってのもありなんだけど、カンダタの仲間じゃねえ。カンダタってのは俺なんかよりはアッポだ。ハンパーニってとこに古文集めて住んでる。へえ。あ、この人は間違えられて捕まってるってこと？カンダタっていうやつの古文だと思われてるとか。カンダタってでもなんか聞いたことあるな。なんで聞いたこと？あ、あれか。蜘蛛の糸の人？多分そうだよね。なんだっけ？蜘蛛の、え？蜘蛛の糸だっけ？地獄でこう、なんか蜘蛛を助けたから、生前に蜘蛛の糸でこう脱出させてあげようかみたいな、お釈迦様が言って、でも、他の登ってくる奴らを落とそうとして自分も落っこっちゃうみたいな感じじゃなかったっけな。そうだよね、それが神田だよね。ズルッコの本。ズルッコか。レザーマント。何？あ、これは元国王みたいな感じかな。レザーマント。守備力19って強いのかな。レザーマント。装備できるやつがいね。あ、いるわ。亀の甲羅。よくよく見たらこのパーティーちょっと尖ってんな。なんかもう少し、あー、あそこ行きった、行きった、こっち来ちゃった。こっち下から行ける。あー、壺もあるし、あか、寄り道しちゃう。こっちにもなんかある、人がいる。キメラの翼。やばいやばいやばい、行こうと思ってたところからどんどん脱線しまう。北、東に手強い魔物。北か。これでもあれだな、防具も揃えてった方がいいかな、揃えれるなら。おお。ようこそ我がロマリア城へ。うわ、これはお調子者だ。旅の者よ、一体。その身なり、そうか、マリア藩の若者じゃな。お、そなたの国の王からよくぞ来た。勇者オルテガの噂は早速だが、そなたに頼みが。初対面だけど。カンダタというものが、出た出た、この城から金の、もしそれを取り戻せたな、あの英雄オルテガから受け期待しておる。わかった。代わりに姫くれよ。いいえ。砂漠の国ね。北に行けば、
普通のモンスターがいて、東へ行けばなんか手強いモンスターがいてって言ってたよね。力の種です。で、使う使う。やっぱ盗賊はちょっと力が低いね。やっぱ攻撃力は力依存なんだよね。魔法は賢さ依存だとして、とりあえず道具屋さんかな、もう一回。ん？どっちから入るんだっけ？だからはぐれモンスターとかいうやつを集めないとな。鉄の前掛け強えけど1000か。いや、どれもれ上がるけど買えねえ。魔導士の杖売っていいかな。まあいいや、とりあえず進むか。どうしよう、その砂漠の国とかいうのもすげえ気になるし、どういう風に進んでいこうかな。砂漠行く？そう、なんとかの塔みたいなとこ行く？なになになに？我らは族のネグラと思われる古き塔へと調査に。まず目指すのはサザーブ。その出発だ。何？いきなりすまない。君はもしや兵士長。おお、やはりそうだったか。実はアリア藩から我らがロマリア王に知らせが届いている。どうしろって？先日ロマリア王の金の冠がとある盗賊に盗まれてしまった。あ、聞いた聞いた。神田だね。それゆえ隣のポルトガとの関所は通行禁止にしている。ああ、なるほど。これから君は世界を旅すると聞いた。その盗賊から金の冠を取り返して関所が通行できるように。ああ、なるほどなるほど。それがないと進まないってことか。どうやらその盗賊ってのは北西の山脈の向こうの古い塔を。ああ、西の海沿いにあるっていう。なるほどね。そっちへ行かないと。え、じゃあこっちは行けねえのか。絶対こっからしか行けないのか。しょうがないな。なんか、隅っことかもう全部見ときたい。噴水の近く？噴水どこにあんの？噴水どっかに噴水がある。噴水、あそこになんかあんな。これ何？強そうだけど、これうわ、あのウサギは見たことあるもんね。レベル15です。ついに小銭拾いのレベルが15になりました。
なるほどね。満月のリング。なんかあるな。この近辺、別に特にないな、他には。この2つだけか。北西って言ってたか。この上の方、悪くない。あ、これ登れねえんだ。これ何？これ石柱はだって通れないんだよね。通れないっつってたよね。つうことは俺が行くべきはそのなんとかかんとかの塔みたいなとこでしょ。結構小銭もらえるな。ポイズンドードが厄介なんだよね。あー、メダルおじさんのところ行ってなんか交換してもらう？それもありだよね。でもすごいね。なんか 3D ではない。 3D、 まあなんだろうな、昔のファミコンなんだよねこれ。もともとのゲームがだいぶだから進化したんだろうね。でもこれプレステ5でやるべきかっていうとなんかそれも違う気がするけどな。もう少しできたこともあるけど、まあでもスイッチでも同時で発売されてるからそれに合わせたのかな。小銭拾いが飛び抜けて強いな。いや、ここの子たちめちゃくちゃ経験値もらえる。稼げるな。あれ何？なんかあるぞ。やべえ、なんか強そう。あ、麻痺させてくる魔物がいるってこいつらのことか。そうだね、なんか刺しそうだもんな。ちょっとここに村がある。カニがいる。硬え。さすがカニ硬えな。いや、これどうすればいい。ノアニール、シャンパーニの塔。ノアニール、あっちに村があるってこと？このアイテムだけ取らせて。あ、なんかさっきのより強そう。あっちゃ、ちょっと待って、やべ。やばい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 。うお、やばい。強っ。やっば、びっくりした。経験値は高いけど、しかも賢さの種もらった。ちょっと頭悪いから、使っとこう。
ああ、びっくりしたな。羽帽子だ、やった。革帽子を羽帽子に。戻れ戻れ、逃げろ逃げろ逃げろ。逃げろー、逃げろ逃げろ。とりあえず村に入ろう。ああ、びっくらこいた。カザーブ。で、北にノアニールがあるってことね。はいはいはい。ただその町へ行けってことでしょ。わかりますよ。これが酒場か。あ、夜は入れないんだ。魔法の聖水。これ外出ちゃう。ここは道具屋さんか。いや、いないじゃん。道具屋どこ行った？あと寝てる。寝てるな。捨ててこパンツ。あそこが宿屋があって、あー、噴水の近くで何かが出たって。噴水ってこれのことかな、違うかな、どれかいまいちよくわかんない。あ、武器屋さんね。はいはいはい。いないと。北西の森の奥に野草を取ったら、いや、それ欲しいな。北西の村の奥ね。北西の村の奥。北西の村の奥のアルミラージと噴水の近くのなんか魔物、多分それがはぐれなんとかってやつでしょ。それは捕まえよう。出た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 。あ、なんもねえ、なんもねえ、なんもねえ。噴水の近く？これは噴水じゃないよな。ヤディアはないの、ヤディアは。あれ、教会の向こう側なんかある？朝にできないかな、これ。宿屋なかったっけ？宿屋あるやん。宿屋泊まりたいな。ちょっと昼にしたいし。特に何もない。え？噂では素手で熊を倒したので、鉄の爪を使っていたので。死んでる。小さなメダルだ。あー、小さなメダル。偉大な舞踏家。あ、ちょっと待てよ。あそこ行ってみるか。なんか噴水かもしれんな。滝って感じだけどな、どう見ても。どうなの？なんかしょうもない情報だったわ。うち魔法使いいないし。56ゴールド。他にも何かないか。ないね。
破毒のネックレス。毒にかからないのかな。布の服、今頃布の服はいらんな。よっしゃ、止まろう。おー、人がいっぱい増えてきた。で、まず行ってないのは武器屋さんか。無知なぁ。いや、防具めっちゃいっぱいある。欲しい。欲しいなぁ。竜の鱗4つ買っとくか、とりあえず。それだけでも全然違うなぁ。まあ追加装備だからな。こいつずっといるな。とりあえずそのはぐれモンスターとかいうやつを捕まえたいけど、あ、その前になんかこの町すげえ歩きづれ。この村か、なんか行きたい場所に行くのにすげえぐるぐる回らなきゃいけない。兜とか。ホイミスライム？これオルテガのことだよね。ちげえんだよ、道具を。道具を調べたかったんだ。じゃあ、とりあえずその夕方に出るホイミスラムイムってやつが出るまでちょっとレベル上げしましょうかね、外で。なんかいたぞ。これ、はぐれモンスターじゃない？普通に話しかけてもいい？マーリン。あ！結構あっさりだな。なんか変な木のところにいたな。オッケーです。まあ、周辺もまた探索し終わりましたね。ノアニール。え？なんか立ったまま寝てない？どういうこと？え、なんかおかしいな、これ。え？どういうこと？毒だ。えぐ。何この村、ちょっと変だな。立ったまま寝てるみんな。どういうこと？みんな立ったまま寝てるじゃん。器用だね。夜だからみんな寝てるってことなのかな。
物も売ってくんないし、空いてるんだけどな、道具屋さん。あ、一人横になって寝てるやつがいるな、ちゃんと。アイテムもないか。素早さの種、種めっちゃあるな、ここ。あれ、あ、こっちか。あ、起きてるやん。イエルフたちに夢見るルビーを返してやってくだされ。夢見るルビーを返してエルフに欠かせさなければこの村にかけられた呪いが解けます。呪いか。悲しい物語。泣き虫になる本、それはいいのか。だいぶ賢くなってきた。よかった。アホのままだったらどうしようかと思ったぜ。賢者のせいです。そのなんとかのルビーってどこにあんの？何？ルビーを返してやってくれ。そのものがわからねえよ。どこにあんだよ。この村のどっかにあんのかな。あ、宿屋だ。宿屋だからってみんな寝てるな。川の腰巻き、これ強そうよ。川の腰巻きな。強い。甲羅より全然強い。そもそも甲羅の鎧ってなんだよ。かっこ悪いよ。すやすや。魔導士の杖か。魔法使いいないんだよな。ないよ。ルビーってどこにあんの？困ったね。普通にないのか。返せって言うならどこにあるか教えろよ。ちょっと多くわかんねえ。何？ルビーのなんとか。とりあえずエルフのとこ行きゃいいのかな。いや、めちゃくちゃ寄り道してるな。本当はシャンパーニの塔へ行かなきゃいけないんだよね。あいつ逃げた。あいつすぐ逃げる。あー、ダメージ入らねえな。オッケー。愛護団体が撃たれ弱いし攻撃力も弱いな。なんかどうにかしないとな。木の帽子か。木の帽子確か強かったよな。あ、間違えた。まあしょうがない。これやばい。だんだん敵も強くなってきたな。火の帽子、みんな装備できるな。羽帽子より火の帽子の方が強いけど、ここはターバンの方を変えときたいな。オッケー。なんか装備品もすげえ溜まってきたから、なんか処理したい。
逃げるんだったら出てくんなよ、めんどくさいから。最初っからめちゃくちゃ逃げるわあいつ。どうしようかな、もういっそのこと砂漠先行く。なんか下の方に砂漠があるとか言ってたよね。オッケー、アニマルゾンビはもうそんな強くねえんだよな正直。素早さってもう攻撃速度だけだよね。他になんか関わってくる能力あるかな。どこだよこの周辺にいる。狙い通り。あ、なんかあった。多いな。だったらブーメラン組に先に攻撃してほしかったりするんだよな。あ、ウサギだ。めっちゃ増えてきた。ミルラ、このウサギ2匹目なんだよね。なんかロマリアで1匹見つけたから。ミラージたちの絆が深まる。あー、そういうことか。2匹目だからタチでレベル上がる。同じモンスターをなるべく仲間にした方がいいってことか。そうやったってわからんけどな。こうやってウサギのレベルが上がったってこと。ウサギガンガン使ってった方がいいよね。じゃあ、あ、毒のやついる。毒消しそういっぱいあるぞ。あんなダメージの入り方するんだ。ビチビチ言ってたな。あんまり良くない攻撃部の分散の仕方しちゃったら。特技、あ、違う、攻撃、特技、安らぎの歌、 OK。 あんなとこに。あ、間違えた、またやっちまった。あいつら一人を寄ってたがってフルボッコにしてくる。あの上だけ？あ、ここにも祠。これが多分エルフの祠で。どうだろうこれ。
オッケー、いいね。ただ愛護団体が問題だな。どうしようどうしよう。満タン、満タンできる？何で回復したのかよくわかんねえ。あ、ここかエルフの隠れだと。こっちがそうなんだね。じゃあ下の洞窟はまあ関係ないのか。夜か。夜に行くと魔物がいると、さらわれてしまうわ。うわ、人間には物売れないって。わしの息子のせいじゃ。あいつがエルフのうちで駆け落ちなんかしたから。はあ、そういうこと。そうか、エルフのお姫様が一緒ってことか。駆け落ちな、許されざる行為だったんだね。あなた方人間がこのエルフの里に一体何のようです。まあまあ、なんか冷たい。ノアニールの村の、その昔、私の娘アンはとある一人の人間の男を愛してしまったのです、はい、そしてエルフの宝、夢見るルビーを持ち去り、男のところへ行ったまま、所詮エルフと人間、アンは騙されたに決まっています。多分夢見るルビーもその男に奪われ、この里へも帰れずに辛い思いをしたのでしょう。あ、人間など見た。なんか誤解ありそうだけどな。その昔、そしょ、多分、あ、そうか。なんかあの辺り漁りたかったけど漁れなかったわ。なるほどね。なんとなく事情はつかめたぜ。地底の湖、地底の湖か。うわ、強そう。ヒャド、ついよヒャド。きつい、30もダメージ食らった。ラックの種、結構種手に入るね。こんなに手に入るんだったら。素早さの種、やっぱ盗賊素早さめちゃくちゃ早いな。イシス行きたいな。砂漠楽しそうだな。バリド、バリドです。じゃあちょっと冒険を進めていこうかな。ああ、夢見るルビーです。夢見るルビーを手に入れました。木箱には書き置きが残されていた。書き置きを読んだ。お母様、先立つ不幸をお許しください。私たちはエルフと人間、この世で許されぬ愛ならせめて天国で一緒になりますさん。おいー、マジで言ってる。どこかにじゃああいつらのあれがあるってことかな。なるほどね。夢見るルビー持ってきたよ。女王陛下、頼む、これで機嫌を直してくれ。頼んます。どうぞ。その手に持っているのは夢見るルビーでは。そうです。
なんと売っ払おうかと思ったけど、あんと男は地底の湖に身を投げたというのですか。私が二人を許さなかったばっかりに、うん、そうだよね、許してここで一緒に過ごしちゃよかったんだよね。目覚めの子だ。まあ、まあ、しょうがないか。鬼滅葉で、ノアニールね。さあガンガン進むぜ。使わないっていう選択肢もあんのか。あ、しまったしまった、エルフの里で道具買えるんだ。買ったらよかったな。まあ後でいいか。ああ、よく寝た。起こされたくなかった?まあ、だいぶ荒れ果ててるな。ふーん、やっぱり寝てなんだよ。いいえ。あ、ダメか。どんな人なのか。おお、キャンプファイヤー。すげえ。ハガツラ、ハガツルあるな。ブーメラン。これを今買うべきなのか迷うね。三河市の服か。まあ、とりあえず売るか。いらないやつを。結構いらんのあるぜ。もうほぼ入れ替わったもんね。装備に関してはいろいろ拾ったから、これ買わなくていいんじゃない?何気に。いける気がすんな、買わなくても。あ、捨ててこパンツ。守備力10か。いらんくねって思うけど。一応持っとくか。銅の剣4つもあった。はい。鉄の槍も2つもある。やっぱ買わなくてよかったな、これ。毒針は残しとくか。なんかに使うって言ってたしな。OK。で、アッサラーム。これは何?紫のは紫のままだ。息子がエルフの、あ、この人の息子か。で、おじいちゃんか、あれが。死んだよ、息子は。残念ながらな。どうしよう。あ。鬼滅葉どこだっけ?鬼滅葉が結構減ったな。エルフの隠れ里行こう。ここの道具屋さんに用がある。頼む。え、売ってくれない。なんだよ、解決したら売ってくれると思ったのに。ジョー様ちょっと売ってくれない、あの人たち。くそ、意地悪すぎる、意地悪すぎる、あいつもう。さあ次はイシスへ行こうかな。シャンパーニの塔はまた今度
ですかね。はい、ということで、じゃあ次はイシスを目指して、その次に、シャンパーニュの塔へ行こうと思います。ということで本日はここまで。見事ね、今回どこまでやった？こっちの大陸に抜けてきたでしょ。で、盗賊の鍵手に入れたでしょ。で、エルフの隠れ里の問題を解決した。結構いろいろやったね。はい、ということで今度砂漠を抜けます。さっき砂漠の手前までは行ったからね、今度その辺りをまた目指していきたいと思います。で、でだそれでこれで終わると思いきや、ちょっとあれやりたいんだよね。モンスターいっぱい集まったからさ、バトルロードっていうやつ一回やりたいんだよ。どういうゲームなんだろう。ここで話しかけて、違うわ、これだっけ、これだ。あ、どれが強い。やっぱこの辺りの方が強いよね。ホイミスライムで回復もいいかも。デイン、デイン、火の息、ラリホー、砂煙。どれが強いんだろうな。ちょっとやってみるか。ランク H。お化けアリク E。アルミラージが強いよね、やっぱり。ホイミスライムも負けてないな。でもギズもアルミラージ、これでいこう。メンバー決定。バトル H のバトルロード。え、俺は？1回戦とかなんだ。相手も強いのかな。 H ぐらいじゃなんとか。具体的な指示、あ、作戦ね。あ、弱っ。相手カラスとスライムじゃん。おい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 、やっちまえ。ガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜ、ガンガン行こうぜ。いけうわ、弱っ。お前よくそんなんで出てきたな。まだ1回戦か。でも次来いや。うわ、バーテンのマス、バーテンじゃねえ、バーテン、バーテンみたいな、マスターみたいな。あー、ちょっと強くなったけど、それでもお前、そんなのお前。うわ、強っ。雷魔法使えるんだ。おいおいおい、手応えねえぞ。3回戦なんだ。え、マジで余裕じゃん。俺たち強え。あ、でももうすでに大アリクイ出てくるんだ。次あたり先駆するかもな。ちょっと耐え始めたね。あ、勝った。ちょっと強かったな、あいつ。レベルが高いのかな。普通のキャタピラーだったらとっくにやられてたな。勝ったよね。そういうことか。こうやってランクを上げていくってことか。聖堂の盾か。ちょっと装備してみるか。鱗の盾装備できるやついる？いるね。こいつはできるね。
じゃあ愛護団体を鱗の盾にしたいな。守備力低いから。ランク G。そのまま行くぜ。俺の愉快な仲間たち。あ、ちょっと相手が可愛いかも。やっちまえ。あ、余裕余裕。キャタピラーと人面鳥じゃないですか。すげえ、自分で自分を応援してる。意外とスクルトじゃない、キャタピラーが強えな。はい、次子供だ。おー、軍隊ガニ出てきた。これ A までいけないかな。そのままなんかいけそうな気もしなくもないけど、そんな甘くないかな。さあ来い。全然お化けキノコと、これスピード上げれない？これは上げれないのか、戦闘スピード。よっしゃ、お化けアルクイ、そしてフロッガーをほふって、あとはお化けキノコ。キノコもほふれ。よくよく考えたらかわいそうだよね。魔性が抜けていいモンスターになったと思って、保護されたと思ったのにさ、王妃様じゃん。それなのに戦わされるってちょっとかわいそうよね。王妃、お前これ金に物を言わせて集めてきただろう。ちょっと強えやつ集めてんじゃねえか。明らかにさっきまでとちょっと質が違うな、敵の。 OK。まあそれでも俺の敵じゃねえ。ありがとうございました。優勝です。え、 F いける？そのままもういけるとこまで行っちまうか。力の種したための三河市の服、三河市の服を装備するか。じゃあできねえよ。鉄の前かきより三河市の奥の方が強いのか。じゃあ G と F しかないじゃん。なんでここにはもうないってことか。お金預ける。俺めっちゃお金持ってるからお金預けといた方がいいかも。めっちゃいつの間にかお金貯まってたわ。この中にアイテムみたいなのあるのかな。はい、でももう一周したからここまでだな、今度こそ。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ぜひ次回の動画の応援もよろしくお願いいたします。しねこチャンネル、しねこでした。